皆さん、こんにちは、こんばんは。んー、どっちでもいいか。実況者 PJ です。ポケットモンスターブリリアントダイヤモンド、続きやっていきます。前回このヨスガシティのジムリーダーメリッサを倒したところから再開です。で、ポケモンの構成がこちらとなっております。安定のパチリス6匹構成です。ふざけてます。とりあえず今回の目標ミオシティに行こうなんで、早速ミオシティへ行こうと思います。あのミオシティといえばあいつですね、ダークライですね。あ、そういえばあの視聴者の皆様、こちら手に入れましたか？大木戸の手紙。これ昔ね、映画館の特典やったのにね、今不思議な贈り物1個でもらえますもんね。もう時代も進化しましたね。さあ、とりあえずミオシティ行きましょうか。ダークライのところ。別にダークライがメインじゃないねんけどな。あの他にもミオ図書館とかそこら辺があるのに、僕なんでそっちをピックアップせえへんかったんかなって今発言に後悔してます。210番道路で彼と待ち合わせしたのにいないじゃない。210番道路は広いぞ。まあ、あの彼と待ち合わせするのはいいとしてさ、なんでそんな桟橋の端っこなん？もっといいところがあるやろ。横にコトブキシティってもんがあんねんやから、そこで待ち合わせせえよ。ろくな彼氏じゃないな。水は深い青に染まっている。波乗りを使いますか？ビータルかよ。お前かよ、波乗り要員。お前とったすんげえかわいそうこれ。大丈夫？なんやろ、ポケモンってこんな不憫やったっけ。とりあえず戦うか。あれ、ビッグフィッシング、はぁ、でかい釣り、意味がわからん。叫んでみたけど、お前帰れ。釣りのセンスないわ。叫んで釣れるなら苦労せえへんで。な、ヨシハル豊か。まあ、あれやな、叫んだら魚釣れると思ってる発想は豊かと思うで僕。てかこれどこで戦ってんの、浅瀬。とりあえず10万ボルトで一撃でしょうこれは。耐えた。なんかさ、この上下の釣り人さ、絶対なんか張り合ってそう。俺の方が絶対でかいの釣るからみたいな。あの2人で車で朝4時ぐらいにここに来てさ、よっしゃどっちが多く釣れるか勝負なみたいなノリで釣りしてそう。拗ねてるやん、釣れへんからって。もうこの勝負負けたとか思ってるけどさ、多分あれちゃうか、多く釣れた方におごるみたいな勝負してたんちゃう。もうやさぐれすぎやろ。どうも釣れませんよって。こんな釣り人嫌やわ。そんな心が乱れてんのに魚釣れるわけがないやろ。心が乱れてんのに魚釣れるわけがないやろ。あのさ、僕って性格悪いやんか。このおっさんの隣で釣りしたろ。さあ、何か釣れたかな。帰ろ。ちょっと待って、もう一回釣るわ。いい釣り竿です、ちなみに。嘘やん。はい、3回目釣れて。中、どうせ釣れませんよーだ。心が乱れてんのに魚釣れるわけがないやろ。これ取れないやんな。海の男はポケモンの意味が分からへん。何その目、名言っぽく言うてるけど、あの全然あの迷う方の名言やからな。久しぶりに見たらめっちゃ可愛いタマンタ。ただごめん、タマンタって見た瞬間たまたまの方を想像してしまった。そう、僕金銀からポケモン始めたんですけど、あのマンタインがこの第4世代でタマンタっていう進化前のポケモン登場した時めっちゃびっくりしました。あ、めっちゃ可愛いタマンタとか思って。さあ、この子は なんだって向こう、もしかしてあれかな、さっきの彼が来ないって言って待ち合わせをしてた男の子の彼氏かな。それっぽいな、これな。で、エレキギターのロックノール戦いをリズム、テルコちゃん。あれ、こいつ女やったっけ。
さあ三好で行きますか。ここの道路面白くねえな。誰誰、うわなんか声かけられてんけど、やめてやめて。お久しぶりです、どちらさんですか。何ですかその顔は。誰って言ってますね。はい、言ってます。思いっきり実況者の心を代弁してくれてありがとうございます。七かまど、あー光のお父さんでしたか。あ、そうですかそうですか、知りません。博士ただ図鑑パ、え、こんなとこでポケモン図鑑パワーアップ、なんかしてもらったっけ、もしかしてパワ、え、すでにオスのメスの、え、あ、なんか原作をやってた人に対するメタな発言、もしかしてこれって。博士のお手伝いもお願いするのですが、銀河団どうなってますか。相変わらず中にこじらせてます。はい、立ちふさがっては世界がどうとかとか言ってます。はい、いやー、ことぶきでのことで、博士が気にしてたもの絶対気にしてへんから、気にしてたら来るから、自ら気にしてへんから、こうやってなんか別に伝えようとしてんやろ、博士助手経由で。絶対気にせえねん、ああ彼なら大丈夫大丈夫みたいなノリで、多分鼻くそでもほじくって食べとるから。ということで、ミオシティに到着いたしました。多分ジムリーダーの前に船乗らなあかんかったよな。ということで、次回お船乗って旅します。ポケモンの意味が分かり、何その目。